皆様、おはようございます。今日も、訪問いただきありがとうございます。短い時間ですが、最後までお付き合い、よろしくお願いいたします。思わず人に話したくなる雑学や豆知識をご紹介。話のつかみにどうぞ。おはようございます。私たちの生活は、多くの電化製品に囲まれています。今日は、電化製品について少しお話ししましょう。 電化製品を使うために必要となる電力。電力はコンセントから供給されます。家の中には多くのコンセントがありますよね。あまり気にしていないかもしれませんが、コンセントにある二つの穴。実は左右で大きさが違うこと、ご存知でしたか大きさの違いはわずかなので、わかりづらいかもですが、左の穴の方が8ミリほど大きいのです。これは、 左右の穴で役割が違うからなんです。電化製品は、コンセントの右の穴から、電力の供給を受け、コンセントの左の穴へ返します。コンセントの左の穴は、アースと呼ばれ、トラブルなどにより流れ込んでしまった高圧電流を、外へ逃がす役割があるのです。アースのおかげで、電化製品の故障や火災が防げているのですね。さて、コンセントの二つの穴に違いがあるということは、 差し込むプラグにも左右があるのでは。これについては、一般的な電化製品は、プラグに向きはなく、どちらに差し込んでも問題ありません。ただし、一部 AV 機器には、差し込む位置が決まっているものがあります。メーカーによって、表示方法は様々ですが、電源コードに白い線が入っていたり、プラグの片方にマークが書かれていたりします。 正しい位置に差し込むことにより、電気的なノイズをアースから逃がすことができるため、音質が良くなったり、画質が良くなったり、通信速度が上がる場合もあるそうです。コンセントの穴の片方がアースとなっていることで、電化製品の故障や火災を防いでいるわけですが、それでも、電気火災と呼ばれる火災があります。コンセントからの出火は、漏電やホコリなどへの引火によるものが多いです。水回り近くにあるコンセントや、 コンセントやプラグを掘り注意しないといけないですね。ほとんどの家庭では建築段階からある程度家電製品の配置も考えコンセントの設置をしていると思います。通常部屋にあるコンセントは低い高さについていますよね。しかし水を使う場所での電化製品、水を使う電化製品、例えば洗濯機などはコンセントの位置が高い場所にありますね。 また、一度設置してしまうと、なかなか動かすことができない冷蔵庫。冷蔵庫のプラグを挿すコンセントも、高い位置についていることが多いです。低い位置で冷蔵庫に隠れてしまうと、掃除ができずホコリが溜まってしまいますよね。それでは、最後に掃除機についてお話ししましょう。最近は、コードレスの掃除機や、ロボットに振る掃除が主流ですね。私は、まだ、 コード式の掃除機を使っているのですが、掃除機の電源コード、ある程度引き出すと、黄色のテープがついていますね。さらに、引き出すと、赤いテープがついています。この電源コードにつけられた黄色と赤色のテープの意味、ご存知でしょうか赤色のテープについては、直感的に理解できると思います。これ以上、引き出さないでくださいという意味の警告ですね。これ以上、コードを引き出すと、 断線の恐れがありますということですね。では、黄色のテープの意味は、信号機のイメージがあるからか、もうすぐ赤色となるので、注意してくださいという意味だと、思われている方が多いのではないでしょうか。ほとんどのメーカーの黄色のテープの意味は、掃除機を使用する際、電源コードをここまで引き出して使用してくださいという意味です。電源コードの発熱による、掃除機の故障を防ぐためなんですね。 皆様、いかがでしたでしょうかコーセントの二つの穴、左右で大きさが違う。冷蔵庫、洗濯機を設置する場所のコーセントは、高い位置に設置されている。掃除機の電源コードについている黄色のテープは、ここまで引き出してくださいという意味。今日のお話はここまでです。また、次回も見てくださいね。皆様、最後までご視聴ありがとうございました。 よろしければチャンネル登録お願いいたしますまた次回配信もぜひお越しくださいませ